初代、春風亭花竜、四代目、春風亭竜八1868年9月9月から1927年4月20日は、和歌山県の落語家。本名、飯森和平。通称は、住所から、牛込の竜氏、また、俗にこじんまりとした顔つきから、ネズミの殿様。得意演目は人情話、滑稽話、教科話などいろいを演じ切った。 姉の養子が、後の三代目、桂美木介である。東京下屋の出身。父は、元富山藩士で、明治維新後、和歌、池花、茶道の指南をしていた。商人になるために十一歳の時に奉公に出るが、元来落語好きで奉公先が長続きしない、十八歳の時に挙句には親に、内緒で初代末、竜帝鶴江の門で鶴吉となる。 1885年、頃に三代目、粒子の門では10年間修行を我慢するのならという、ことで門下になり二代目、春風亭四尺を名乗る、1889年4月から、翌年まで、宮古川千之助と名乗る、1890年9月、四尺に福祉1894年4月再びの、鶴江の門に戻り二つ目で三枝だ、同年12月に四代目、 春風定柏詩は枝、1896年9月に、新内昇進し初代皇柳枝を名乗った。1900年11月に同じ、柳派の初代男州老津バ名田の一周期に、弟子の小園氏が、小を取り二代目、男州老津バ名田したのに触発され自身も、小を取り四代目流氏を襲名した。1917年8月、 東京予選会株式会社に対抗して落語牧会を結成、会長に就任。1921年3月、牧会、三流の改名指定トリプル襲名1927年、NHK ラジオの放送中に脳卒中で倒れ、そのまま死去。た多数。ありがとうございます。